議会で演説中のルーズベルト大統領。大統領の後ろに登壇している人物は、左側はヘンリー・エー・レス副大統領、右側はサム・レーバーン下院議長。向かって右側、レーバーン議長の手前の軍服姿の人物は、大統領子息のジェームズ。この日、父親を議事堂までエスコートしてきていた。フランクリン・ルーズベルトの演説では、 1941年12月8日、アメリカ合衆国のフランクリン・ルーズベルト大統領がアメリカ合衆国議会両院合同会議で行った演説について記述する。前日の12月7日、大日本帝国はハワイの真珠湾にあるアメリカ海軍基地を攻撃し、アメリカ合衆国とイギリスに対し宣戦布告を行った。この事態を受けて行われた演説は、 地獄演説と呼ばれているが、これは演説の冒頭の一節で大統領が攻撃を受けた日を将来地獄として記憶に刻まれるであろう日と表現したことに由来している。また、この演説は真珠湾演説とも一般的に呼ばれている。議会は演説後1時間もかからない間に対日戦線布告を公式に承認し、アメリカ合衆国は正式に 第二次世界大戦に参戦することとなった。この演説は、アメリカの政治演説で最も有名なものの一つであり、20世紀中、最重要の政治演説の一つに挙げられることもある。演説のあらましは、次の通りである。なお、英語原文は、ウィキソースのパールハーバースピーチで、日本語訳全文は同じく、ウィキソースの汚名演説で参照できる。 日本軍の攻撃を受け、炎上する、戦艦ウェストバージニア。副大統領、会議長、並びに、上院議員を呼び、会議員の皆さん。昨日、1941年12月7日、将来、地獄として、記憶に刻まれるであろう日、アメリカ合衆国は、大日本帝国海空軍から突然かつ、準備周到な攻撃を受けました。アメリカ合衆国は、 かの国とは平和的な関係を維持しており、また日本側の求めに応じて太平洋における平和を維持するため日本政府や天皇との協議を続けているところでした。日本の航空隊がオアフ島に爆撃を開始して1時間経過した頃、中米日本大使とその同僚が最近のアメリカのメッセージに対する公式回答を国務長官に提出してきましたが、その回答には 現在の外交交渉を続けても無意味に思えるという記述はあったものの戦争や軍事攻撃につながるいかなる警告や兆候も含まれてはいませんでした。日本からハワイまでの距離を考えればこの攻撃が何日もあるいは何週間も前から周到に計画されたものであることは明らかです。その間、日本政府は 平和の継続を願うという偽りの声明と源氏を使ってアメリカ合衆国を欺こうと努めてきたのであります。昨日のハイ諸島に対する攻撃はアメリカ軍に深刻な被害をもたらしました。その際、非常に多くのアメリカ人の命が失われました。サンフランシスコとホノルルの間の公海上ではアメリカの船舶が魚雷による攻撃を受けたとの報告も受けています。 さらに、昨日、日本政府は、英領マラヤに対しても攻撃を開始しました。昨夜、日本軍は、香港を攻撃し、グアム島を攻撃し、フィリピン諸島を攻撃し、ウェイキ島を攻撃しました。そして、今朝、ミッドウェイ島を攻撃しました。日本が、太平洋全域にわたって、奇襲攻撃を仕掛けてきていることは、明らかです。 私は陸海軍の最高指揮官として我々を守るためあらゆる措置を取るよう命じました。しかし我々すべての国民は我々に加えられた熾烈な攻撃がいかなる正確のものであったか決して忘れることはないでしょう。そして国民はこのあらかじめ計画された侵略に打ち勝つためにどんなに長くかかろうともその正義の力で 必ずや完全な勝利をつかみ取ることでしょう。全力を尽くして我が国を守るべきである。そして、このような配信行為によって二度と我が国を危機にさらしたりはしない。議会と国民の意志はこのようなものであると確信しています。戦いはすでに始まっています。我々の国民、我々の領土、我々の利益が重大な危機に立たされているという事実を感化できません。 我々の軍の力への信頼と我々国民の不退転の決意を持って我々は必ずや勝利を勝ち取るでしょう。神に誓って。私は議会に対し1941年12月7日の日曜日に日本が仕掛けた正当性のない卑劣な攻撃の結果、アメリカ合衆国と大日本帝国が交戦状態に入った胸の布告を宣言するよう求めます。 2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件を受けて、ジョージ・ W. ブッシュ大統領が行った議会演説の印刷複製の説明に、日本軍の真珠湾攻撃を受けて、フランクリン・ルーズベルト大統領が行った議会演説を早期させるとの記述がある。プレジデンシャル・マテリアルズ・セプテンバー11ベアリング・ウィットネス・トゥ・ヒストリー2002年、英語。 ありがとうございます。